こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。まずは今週のマーケットを振り返ります。今野記者です。お願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。久しぶりフライデーですね。あ、そうですね。2週間、ね、はい、ありませんでしたので、先週お休みでした金曜日。3週ぶりでのこのコーナーでございますが、はい、だいぶ地合いはね、さらに温まってきた感じしますね。そうですね。2万2000、今日は700円台ですか、日経平均株価ね。はい、2万2758円。そうだね、戻してきまして、週間ベースで言いますと、はい、今週で、7週連続の上昇。まあ、先週は2日間だけだったんですけどね、はい、でかろうじてどうなるかギリギリのところで、なんとかプラスを維持したというのが先週2日間で、今週はまあある程度多少余裕を持って、285円高ですね、はい、先週末と比べますとね、285円70銭高、1週間で285円高、日経平均でまあ 1% 以上上昇したという1週間でしたが、で結果として7週連続、去年の秋、はい、ね、9月から11月にかけて、9週連続上昇という局面がありました。まだご記憶が新しいかと思いますけど、衆議院の総選挙が ね、10月の22日にあって、それを挟んで、その前の段階からね、選挙やるというところあたりから、9月下旬あたりからじわじわ上昇して、11月の上旬まで9週連続上昇したという局面もありましたが、それ以来の7週連続上昇ということでして、だいぶこう回復してきたという印象もありますね、はい、マーケットのマインドも。ただね、ポイントを一つ挙げるとするならば、商いはそんなに増えてないんですよね。そうなんですよね。まあ、そのあたりが、まあ、いいことなのか悪いことなのかというところもあるんですけれども、はい、まあ、今日も、ね、最もオプション SQ の算出日だったんですけれどもね、売買高は16億株、結果として、代金も2兆9000億円ですもんね、はい、節目の3兆円に行ってもおかしくないかなと思ってましたが、3兆行ってないということでして、以前であれば、まあ、活況の相場の時連日3兆円を、ね、超えるのがある意味当たり前だったような時期もあったと思いますが、はい、今はなかなか3兆円いかない。この間火曜日かな、水曜日も2兆9000億ぐらいでしたよ ね、はい、そうですね。3兆円いくかなと思って見てたら、結局最後3兆円いかなかったということで、2兆9000億止まりで、今週は、まあ、今日はそのオプション SQ の分もありますし、あと連日決算発表がありますんでね、はい、それを受けて、取引時間中の発表も多いですから、いわゆる決算プレイ、決算発表を見て、まあ、直感的にこう売ったり買ったりと、まず決算の内容を見てね、それで商いがそれなりに膨らむと、取捨選択が行われますから、その分商いが多くなるという傾向があるんですが、それをもってしても3兆円に届いてないということ、今日あたりでもね、オプション SQ プラス決算プレイでも3兆円いってないということですから、実商いとすると商いは決して多くないというか、むしろ少ないと言ってもいいのかもしれませんね。で、来週もまだ月曜火曜2日間ぐらい決算発表積み残し分が多少ありますんで、45日ルールで、45日目までに一応、まあ、今もうそれを超えてもいいですよという話になってますけれども、一応45日までね、ですから火曜日まで決算発表が出てくるということですから、多少決算プレイ残っているとは思いますが、まあ、その後、それ終わっちゃうと来週水曜日からまた商い減ってしまうのかなという気もさせる今週あたりの動きということなんです。それでも値動きはしっかりしてますよね。じゃあここをどう見るかというところだと思うんですが、はい、まあ、考えようによってはですね、あんまりこう活況でどんどん飽きない3兆円だ、あるいは日経平均どんどん上値追いだ、強気っていうよりも、そんなにこう過熱感なくじわじわ上昇しているということですから、はい、まあ、ある意味いい相場なのかもしれないという気もしますよね。だからあんまりこう活況で市場関係者がどんどん強気になられると、それはそれでちょっと待てよと、これは危ないんじゃないのっていうマインドも起きてもおかしくないのかもしれませんが、今そんな感じないですもんね。はい、そうですね。むしろ逆にまだまだこの上昇は本物なのかどうなのか、かなりこう懐疑的な見方の関係者も多いと思うんですが、参加者もそういう意味では過熱感なくこうじわじわ上がっているということですから、ある意味持続性は結構あるのかもしれないというふうにも見えます。で、今日あたりでも結局、まあ、あれよあれ5倍1段高という動きでして、まあ、やはり外部環境が、ね、かなり良くなってきてますから、まあ、中でもアメリカのマーケット、昨日もアメリカはダウは6日続伸ですよね、結局ね、はい、ということで、足元じわじわこう戻ってきていると
ということでして、アップルなんかもかなり強い動きですし、このあたり見ますと、まあ、世界的に再びまたちょっとリスクオンのムードがね、世界的に出てきていると。で、アメリカの、まあ、継続的な利上げで、資金流出が懸念されて、まあ、懸念されたっていうか、まあ、実際起こってるんですが、新興国なんかからはね。で、まあ、そのあたりの影響も、まあ、多少ね、それほど過度に悲観するような状況でもまだないということですし、あと政治的にだいぶ落ち着きが出てきているという気もしますよね。はい、ご存知のように米朝首脳会談が、はい、これ場合によったらないかもしれないと、何も成果がなければトランプ大統領をやらないというような話も以前してましたからね、そうじゃなくてどうやらやりそうだと、ね、シンガポール実際やりそうというか、もう日にちも場所も決まりましたから、うん、まあ、やるんでしょう。で、そのあたりの地政学リスクの改善、まあ、イランの問題は ね一方でまたこう逆に、強まってきたと、リスクとして広がってきて、結果として原油などが上がっているという動きはあるんですが、ただ北朝鮮情勢に関しましては、まあ、特に日本にはまあそちらの方が影響が大きいと思いますが、地政学という意味ではね、お隣ですから、まあ、これが改善に向かっているということはまあいいことでしょうし、国内の政治もどうでしょう、一時期その外国人がかなり日本株に対して先物を売ってたっていう一つの要因として、場合によったらもう最悪の場合アベノミクスがもう終わっちゃうんじゃないかと、そんなに遠くない将来にね、そんなリスクも多少影響してたと思うんですけれども、まあ、それもだいぶ後退してきた感じありますね。昨日柳瀬元秘書官の参考人招致が行われまして、はい、大体こう概要というか見えてきた感じはしますよね。ですから、まあ、見えて大体どうなんだろう、まだまだいろいろ問題点はあるんでしょうけれども、あくまで試験で言うと安倍総理もかなり嘘ついたのかなという気もしないでもないっていう、なんとなくでも見えてるんですが、みんな国民なんとなくね、はい、それでもやっぱり安倍総理変えない方がいいんじゃないのっていうのが世論のムードとしてだんだん強くなってきてるんじゃないでしょうかね。はい、で今のその国際情勢、特にやっぱりその米朝の問題だったり、いろいろこうどんどん動いてるじゃないですか。はい、でそれを動かしてもらう、あるいは日本の存在感を発揮するためにはやっぱり安倍総理の方がいいんじゃないのっていうのは、なんとなく国民のコンセンサスとして、世論としてだんだんこう広がってきてる感じもあって、であるならば多少国内の政治で問題はあったとしても多めに見ようということになれば、安倍続投というのはまあだんだんこう強まってくるんでしょう、路線として、当面の見通しとしてね、政治的にね。そうすると世界的にもまあアベノミクス続くんであれば、まあ日本株もうちょっと見直してみようかというムードが出てきてもおかしくないというのが、昨今の動きにも多少ね、外国人の先物の買い戻しなんかにもつながっているような気もいたします。ということで、まあ、今週じわじわ上昇してきて、はい、まあ、来週あたりもね、まあ、地合いとしては悪くないでしょうし、決算もだいたい一巡して、だいたい、まあ、ただ今日あたり日経新聞ね、今期は減益だっていう見通しで、一応 ね集計としては出てますが、うん、ただどうなのかな、あれは純利益で見ると確かに減益になってしまうんですけど、前期はそのアメリカの減税の分で、過度にちょっと一過性で押し上げられた分が剥げるっていうことがあるんですね。はい、だから営業利益、本業の儲けで見ると増益続くんですよ、基本的には。あるいは為替も、トヨタなんかも一番典型だと思うんですけども、はい、トヨタ自動車この間決算発表出しましたよね。でこれも105円の為替の前提で減益だって、営業減益だっていう予想を出してるんですが、これ109円とか今のレートで引き直せば増益になるんですよ、その数字はね。だから為替なんかも足元一時期104円台3月下旬あたり行きましたけど、そこから5円ほどもう円安に押し戻してますから、円安ドル高にね、このあたりも安心感を誘って、結局企業収益なんかも今ぐらいの為替で推移するんであれば、十分19年3月期も全体として増益を続けられるんではないかということで、だいぶこう企業収益の面でも、まあ、安心感が出てきているというのが昨今の動きということになろうかと思います。でそういうことで、個別銘柄、いくつか今週あたりの目立った動き、まあ、一つとして、やはりトヨタ、7203、一応見ておきましょうか。はい、今日はちょっと安くなっちゃいましたけどね、はい、ただまあ株価は決算発表を受けて、上昇しました。9日でした、おとといですよね。今日の終値は49円安、7543円となりました、トヨタ自動車です。これ取引時間中に、初めて発表したということで、5場それで、まあ、買われたという動き、おととい見られておりましたが、2兆3000億の営業利益というのが予想なんですが、4% 減、ただこれ105円前提ですから、1円で大体400億営業利益が動くというのがトヨタですから、5円、あれ109円とか110円、5円ぐらいも円安方向に引き直せば、もう十分増益という内容にもなるということです。はい、あるいは今日あたり鈴木7269、自動車株続きますか、強かったですね今日あたりね。
はい、スズキの今日の終値、強かったですね、うん、500飛び5円高6143円、まあ、これも決算発表を受けて昨日の、ね、決算が前期の決算がかなり上振れたということで、やっぱりインド事業なんかが、ね、非常に好調だということですし、将来性も高いということで、証券会社なども強気のレポートが出てたということで、今日大きく買われた動きが目立っておりました。はい、プラス 8.96% となっています。ということで今野記者でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この後は CM を挟んで今週のゲストのご登場です。今日を見て明日を読む。今日の相場を振り返り、企業情報、海外市場を分析し、相場のヒントを探る。明日の投資に役立つ株式投資の羅針盤。今日の株式、明日の株式。平日月曜から金曜の午後4時30分から。それでは今週のゲストをご紹介します。復眼経済塾塾長の渡辺誠二さんです。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。塾長としては初めてのご登場、はい、ということですね、はい、観測所の所長としては、ね、はい、4月の1日にですね、復眼経済観測所から復眼経済塾 に社名変更しまして、はいはい、塾長という形で、塾長ということですね、はい、さあその塾長にですね、はい、今決算シーズン真っ只中ですが、はい、まあ、一巡した感はあるんですけれども、まずはその決算について、整理していただきたいなと思いました。わ、はい、かりました、はい、じゃあとりあえずの資料を作ってまいりましたので、それに沿っていきたいと思います。はい、まずですね、こちらの表なんですけれども、左側が売上高の変化率、そして右側が経常利益の変化率のチャートです、はい、で、これですね、実線がこれ、日本経済新聞社の集計でして、青い線がですね、これ2年前2016年5月21日に集計した時の、2016年3月期の実績と2017年3月期の予想というふうになっています。はい、まず左からいきますと、例えばこれでいきますと、はい、実績が 0.5% の増収、はい、そして予想が 0.9% の減収と減収、まあ、こういうなってたわけです。はい、でそれがですね、着地としましてはこのオレンジ、次ですね、これが2017年5月20日の集計なんですが、はい、マイナス 2.7% という形で、着地しまして、はい、でその時のですね、いわゆる2018年3月期前期ですね、はい、予想が 4.1% の増収というふうになったわけです。でこれがですね、今度黄色の線、これが現在ですね、集計が行われております。はい、現在ですね、対象企業の開示率は 49.2% という段階においての状況ですね、5月10日現在なんです。うん、これはですね、 4.1% の増収の予想に対しまして、今は 8.7% という形でかなり上振れて、はい、今あの着地、次々出ていると、はい、こういう状況です。うん、そしてさらにですね、今期19年3月期の予想は 2.7% の増収予想と、こういう形になっています。同じくですね、右側がですね、はい、これがあの経常利益です。で特にこのピンクの点線で囲ってあるところが、これが前期今期のところなんですが、はい、同じようにいきますと、1年前 3.8% の経常増益と見込んでたんですが、うん、着地は 19% 増で、出てきていると、はい、こういう状況であります。うん、ということでですね、2018年3月期決算は売上高、経常利益とも気象予想を大幅に上回る実績で着地しつつありますと、ということです。ただしなんですが、はい、今期2019年3月期はですね、前期の発射台がかなり高くなります。はい、例えばその経常利益でいきますと 19% 増の高いところからスタートしますので、はい、見ての通りですね、大きく右肩下がりになると。今期は 2.4% の増益、そして売上高もですね、8.7% の増収から 2.7% の増収、約3分の1に下がっていってしまうと、ということになっています。ということで、その伸び率は大きく鈍化するというのが今期の今の状況ですね。ここでちょっと触れておきたいのがですね、はい、渡辺塾長というと会社指揮法のスペシャリストってイメージがあるんですが、はい、今回日経の集計も利用している、活用しているっていう、はい、
これ実はですね、ありがたくもありちょっと残念なところもあるんですが、実は私たちはですね、三種の神器と言ってまして、はい、投資の三種の神器、はい、その中にですね、会社資金はあるんですけれども、うん、実はですね、日経新聞の切り抜きというのもこれ20年分全部ありまして、これもかなり参考にしてます、はい、それから指標ノートというですね、そのマーケットのそのデータと、はい、それからその日に起きたコメント、この各ノート、はい、これはもう20年分あるんですけれども、この3つを活用してですね、はい、いろいろその投資アイデアですとか、はい、あと世の中の流れを一応考えていると、これがベースなんです。ですので、どうも会社指揮法のイメージが強すぎるんですが、かなり日経新聞を活用していると、使い分けてるわけですね。使い分けてます。まあ、うん、そうですね。使い分けてるとか、まあ、同時に全部同時にうまく同時並行的に、そうですね。リアルタイムのニュースとか、はいね、データは特に今みたいにですね、決算が出てる時というのはリアルタイムでその状況を伝えてくるような日経新聞ですので、これ非常にこのデータは価値があるということですね。こうやって混在させて、はい、まあ、日経新聞のデータと会社指揮法のデータを、こう一緒に照らし合わせて分析していくということですね。はい、そうした中で出てきた銘柄として挙げていただいているのはこちらになります。でちょっと先ほどのですね、はい、ちょっとここいきますと、実は純利益は今 3.7% の減益ですので、うん、はい、やはり全体としてはですね、なかなか上がりづらいという状況です。うん、はい。はい、なのでその相場自体はですね、ずっと上がっていくというよりも、何ていうんですかね、ちょっと上値重い、はい、そんな中でですね、やはりその会社の本質的な変化とか、はい、何かその何ていうんですかね、会社が生まれ変わるみたいな、そういうものに注目した方がいいんじゃないかなと。前期比っていうところだけで見るんじゃなくて、本質的にどう変わっているか、はい、こういう時はですね、うん、はい、そういう見方がいいと思います。はい、そういう意味でいきますと、やはりですね、ソニー、これが 20年ぶりの営業最高益を更新したということで、これはかなりですね、私は象徴的な動きかなというふうに思ってます。はい、でただですね、短期的にはその先ほどの今期の予想が減収減益ということで、まあ、短期的にはちょっと下がってはいますが、今回ですね、何がその大きく違ってるか、これをヒントがくれたのが実は半年前の指標なんですけれども、そこには何が書いてあったかと、一つは復活という言葉ですね、括弧復活、そしてもう一つの括弧には愛もと書いてあったんです。はい、これ非常にそのソニーがですね、はい、復活している象徴でして、かつその愛もというのはですね、これ AI× ロボットのアイテムで、実はもともとそういうネーミングなんでしたっけ。そうそう、愛もなんです。で、そのコンセプトは人工知能の AI とロボットを組み合わせた代物なんです。これはもうずいぶん前からやってたのに、そうですね、逆に時代の流れ逆行してやめてしまったと、これを復活させたのは非常にですね、はい、象徴的な話だと思います。でちょっとですね、ソニーの歴史をちょっと振り返りまして、と言いますのも、やはりソニーはですね、もともと戦後のもうベンチャーのもう本当にもう草分け的な話でして、ホンダとソニー、この2つがですね、ベンチャーのですね、まあ、その戦後のベンチャーでした。はい、でこちらはですね、実はその時価総額のですね、チャートなんです。創業以来ですね、ごめんなさい、上場以来ですね、上場以来、はい、ということです。ホンダがですね、青い線、これ、上場した時は時価総額 3.7 億でした。ソニーはですね、11.6 億、はい、それがですね、まあ、100億突破して、100億突破したのは1958年、昭和33年、これ同時なんですね、はい、ソニーもホンダも。そしてさらに1000億に行くのがですね、差の3年後ということで、一気にですね、もう天馬が天馬がと、こういう形になっていきました。で、その後成熟しましてですね、そうは言いましても、オレンジの線、ピーク見ていただきますと、これが IT バブルでして、ソニーのですね、時価総額は一番高いところで20兆となりました。うん、はい、それが20分の1になって1兆円に下がって、現在6兆円というところ、6兆円の真ん中ですね、に戻ってきているんですが、ただですね、これまずその20年分の高値だったらですね、本来その、まあ、20兆とは言わないまでも、これを超えても本来いいはずなんですね。なるほど。しかしまだ全然、まあ、超えてないというところでありますし、仮にその相棒というのがですね、これがそのさっき言った AI とロボットの掛け合わせですから、はい、ということですね、これビッグデータを取る実は非常なこうツールになる可能性があるんですよ。人々の家に入り込んで動き回って、ね、撫でられて声かけられて、こういうすごいもんって実は今世界なくて、AI スピーカー騒いでますけど、あれ動きませんから。そうなんですよね、はい、ということで考えますと、そういう妄想ストーリーも考えられると。はい、で余談ですけれども、実は私今でも機関投資家の方にですね、こういうアイデアを提起してるんですが、はい、そこで盛り上がりましたのはですね、今回のソニーのこの復活ってもしかしたらアップル超えるんじゃないのなんていう、まあ
まあ、これは会話の話題ですけども、はい、まあ、そうしますとですね、こういう水準からも天馬鹿という話も夢じゃないというような、まあ、そういう大きな転換点じゃないかなと、というふうに捉えています。もともと先見性はあったということですもんね。そうですね、はい、そこがまた20年も戻ってきたというところを僕が評価した方がいいなというふうに思います。はい、どうしてもこう渡辺さんとかこうやって企業についてですね、はい、詳しく調べていらっしゃる専門家の方って、はい、やっぱり企業取材とか一生懸命されてるんだろうなと、全国各地飛び回っていらっしゃいますし、はい、そういうイメージがあるんですけれども、はい、そのあたりって具体的にどうなんですか。はい、実はですね、私企業の取材というその言葉自体が実はあまり好きじゃなくて、好きじゃない、はいはい、というのはですね、取材できる人って限られてるんですね。あ、そうですよね、はい、うん、例えばそのメディアの方だったりとか、でこれ機関投資家はですね、役得柄ですね、はい、これ誰でも実はいろんな社長に直で会えるんですよ。で私は、はい、そういう職場にいたので、そこにくっついていって、いろんな社長の話を聞きました。はい、ただこれ誰も今できるかというとできないです。正直、まあ、普通の一般の投資家の皆さんがじゃあできるかって言ったらできないですかね。はい、でこれが実は僕は皆さんですね、はい、一般投資家の方の大きな壁になってるんじゃないかと。つまり機関投資家の人はすごい情報を持ってて、僕らは情報取れない、じゃあもう負けるからやめとこうみたいな考え方になってるんじゃないかと。で僕はそれ全く違うと。違う、はい、全然違います。はい、そんな情報いりません。で誰でもできるもので、そういうですね、プロの方でも勝てる、これが我々の考え方なんです。ということで、先ほどのですね、投資の三種の神器というのは指標、ノート、新聞切り抜き、はい、そして指標ですから、これ誰でもできます。はい、そして定点観測、つまりもともとその中でこの会社いいなと思って見つける、そしてまあ買う、まあ、仮に買いますよね。はい、でその時にあとは定点観測を使うのは会社指揮法、誰でも定点観測の際に会社指揮法を活用する、はい、で決算も今誰でも見れます。はい、でただここまではですね、まあ簡単なことを言うと、その数字だけを判断します。定量判断なんです。で最終的にはその法人格という人格、その人となりを判断しないとダメなんですけれども、ここでですね、じゃあ取材できるかというとできない。でも実はもっとすごいことができるというのが実は個人投資家なんです。それがこれなんですね。まず一つは株主総会に出席できる。ああ、そうですね。はい、これ機関投資家のファンドマネージャーで参加できませんから。できないですね。はい、そしてもう一番簡単な、消費者としてその商品をチェックする、会社をチェックする。はいはい、そしてですね、オープンにしている会社本社のですね、見学とかありますから、そういうところに行って、はい、会社を知る、そして企業の歴史を知る、まあ、こういうですね、誰でもできる、この3つですね、はい、これを継続するだけで、正直なところ、とにかくいろんな、もういい会社、いくらでも見えます。で特にですね、先ほどデータだけを重視するというのが、はい、特にですよ、機関投資家にありがちなんです。どちらかというと頭でいくかちなんですね。なるほど。そういうデータは細かく知ってますが、これ人と一緒でして、人をですね、身長、体重、IQ とかですね、筆記試験の点数で判断するかといったらしないですね。それだけじゃないですね。しないですね。数字だけで判断するのはありません。よくあるのは IQ 高いけど彼は協調性がないねとか、むしろその定性的な部分が重視されるっていうのが人の判断です。企業も全く一緒なんですね。ということで、こういうですね、もう誰でもできる、しかも定性判断、人となりも知れる行動、これが我々の取材じゃなくて普通の王道の投資の行動と思ってまして、この行動はいつでも誰でもできる、いつでも誰でもできる、いつでも誰でもできるという中で実際に行動されているという具体例をちょっと見せていただこうと思うんですが、例えば直近来ましたのがですね、こちらがですね、長野県駒ヶ根市にあります陽明酒製造ですね、駒ヶ根工場のところですね。はい、でこちらはですね、やっぱり行けば分かるんですけども、中央アルプスと南アルプスに挟まれてですね、その山あいにあります。でやっぱり水がとにかくきれいなのと、まあ、生薬がその場でいろいろもともといっぱい取れたと、はい、ということですね。はいはい、ということで、とにかく行けばもう分かるんですけども、安心安全、もう見れば分かります。その流れて水、見ないと分からないですね。はい、で生薬ということで、私はここ行って以来ですね、はい、ここでは普通の一般に飲めるお酒もあるんですよ。高麗人参酒ですね。はいはい、もうすっかりそちらにシフトしてしまいまして普通にお酒を楽しむために陽明酒のお酒をということなんですね。同じ飲むんだったらですね、そうか、何のお酒かよく分からないものですねこういう方がいいだろうと。そうですね、はい、ということですね。同じようにスノーピークにも行かれたんですか。はいですね、これはですね、雪がとにかく一番降っている2月に行きまして、これは新潟県のですね、三条市にあります、はい、スノーピークヘッドクワーターですね。これはですね、広大な、こうなんていうんですかね、
まあ自然の中にポツンとあるんですね。でこの時は雪が降ってますので、もう雪の雪原の中にポツンとあってます、はい、ただそこもですね、夏はキャンプサイトになってまして、現在もその雪上キャンプをやってるんですね。で一組いました。でここはですね、やはりもともと三条というのは燕三条駅って駅で降りるんですが、はい、うん、そこがですね、もう金属加工、もう世界一の金属加工の技術の集積地なんです、うん、はい、でもうとにかくもう駅降りた瞬間からその展示物とかもピカピカのこう、タンブラーみたいなものとかですね、もう並んでるわけですよ。そういう技術のもうものづくりの精神の生きたところにこれがある。なるほど。ということで、そのメイドインジャパン、まあ、全てがメイドインジャパンじゃないんですけども、やはりその、マグカップとかそのキャンプに使う、まあ、お皿とかそういう金属の製品ではやっぱりメイドインジャパン、メイドインツバメと実は書いたんですけどね、正確に。そうなんですか、はい、メイドインツバメ、はい、でこういう高品質のものは、まず日本人はまあ気づくんですけれども、もっと早く気づくのは実は外国人なんですね。海外からいらしてるんですね、見に、見学に、はい、ということで陽明酒なんかもですね、はい、我々の他はですね、台湾の団体客がもう喜んでですね、見てるわけですけども、うん、まあ、こういう形でですね、やはりその現地に行けば、なんでそこにそういう産業があるかっていうのが分かる、ね、スノーピークや燕三条もですね、はい、アップルの方々が見学に来たりとかしてるっていう話ですよね。もともと iPod って昔、柴崎に出た時に、はい、裏がピカピカに表面加工されてたんですけど、あれはその燕の磨き技術と言われてるんですけども、まあ、そういうのはやっぱり街に行けばですね、はい、分かります、まあ、ちなみにそこにですね、遠藤製作所っていう会社もありまして、はい、ここはですね、ゴルフの、あのヘッドですね、作ってるんですけども、はい、ゴルフですね、まあ、そんなのなんかもおそらくメイドインジャパンということで、ね、海外の方もこう私はやはり興味を持つ、あのここ東京は国際金融都市を目指していまして、はいはい、考えてみたら、まあ、茅場町、兜町って1メーターで東京駅に行けて、 それこそ燕三条も、ね、長野にもすぐ1時間半とか2時間で行けるんですよね、はい、だからある意味海外の方々も一旦東京に入るにしても、はい、まあね、ここを拠点にですね、その、まあ、自分たちが興味を持つような地方都市であったり、はい、その地域、うん、はい、地場産業なんかを見に行くっていうことは可能なわけですね。そのあたりの情報が東京に一旦集約されるっていうのはありなんでしょうね。そうですね、うん、で、まあ、今の東京の現状というところで、はい、じゃあ最後いきますとですね、はいはい、現在ですね、人口が多い世界都市ランキングってあります、これによりますとですね、東京は1位3814万人、はい、まあ、これはですね、首都圏ということだと思いますけれども、はい、ただこのランキングでは一応1位にまあ評価されてますと、ね、でさらにその訪日外国人の訪問都市というのは上位からですね、1位が東京、はい、そして大阪、千葉、京都となってます。で当たり前ですけども、人が集まるところにはその人、物、金だけじゃなくて、食、文化、アート、ファッション、でこういったのが集まると、で例えばですね、東京のミシュランガイド2018ではですね、星の数ではもう東京世界一なんです。そうなんですね、はい、かつですね、東京はこれすごくてですね、はい、47都道府県のすべてのアンテナショップがあります。すごいですよね、これね。すごいですね。本当ですね。これすごいことなんです。私なんかも夏場よく北海道のソフトクリームを味わいに行きますが、はい、東京にいて味わえますからね。私もですね、よくあの熊本物産館でこだわりのマヨネーズがありましてね、それ買うんですけど、そうです。まあ、つまりこれ何かというとですね、東京にいながら世界の料理や日本の全国の名産品が味わえると、そうですね、ということなんですね。でところがと、一方でこれ問題がありましてですね、東京にお金が一極集中します。こういう状況ですね。ただ一方でですね、それを地方に還元する仕組みというのは実はないんです。で本来ですね、お金の流れを変えるのは、はい、まあ、国家の税制を変えるか、うん、もしくは民間は金融なんです。金融の力によってお金の流れを変える、これが本来、我々私がいた証券会社は直接金融とかですね、まあ、あの間接金融もそうなんですけれども、本来そこが仕事であって、金融の力でお金の流れを変えて、お金が地方に再配分される仕組みを作るべきなんですね。ちゃんと還流する仕組みですね。はい、これが今のところどうも、まあ、私もそこにいたので、あの申し訳ないんですけど、これはできてないな、できてない、はい、なるほど、ということです。なので、まあ、当然お金を回すということ、それからもう一つはですね、
その温泉とか自然、それから先ほど言った技術の集積ってのは実は意外に地方にありまして、はい、そうなんですよね、はい、この町全体が技術の町ってなってたりしますね、はい、なのでお金とともにですね、東京から地方にこう、まあ、送客と書いてますが、まあ、要は人を送り込むと、こういう仕組み作りもですね非常に大事かなとということですね。はい、あの四季報でもですね、あの地方の会社のコメントにすごい印象的だったんですけれども、はい、その給与体系を東京に遜色ない水準に切り上げたっていうコメントが実は地方の会社があって、うん、すごいそれはいいなと、いいですね、はい、思いましたね。自然の中で、はい、まあ、ある意味人間らしく生きながら、でも給与体系であったり生活水準そのものが大都市と変わらないと、はい、なのでやっぱり東京はやるべきその、まあ、あの役割なんですけれども、うん、これだけ集まってる、集まって、ああ儲かってよかったね、じゃあダメで、この魅力、まあ、地方の魅力が集まってる、逆に東京にも集まってますので、それをですね、はい、世界に発信していくという、まあ、私はこの義務というか役割があるんじゃないかなと、東京にはそういう気がしますね。ある意味だから東京にいる私たちも、はい、もっと地方に行って、ね、地方の良さを知って、はい、ちゃんと海外であったりもっと外に発信できる、それだけの良さを知るべきですよね。はい、で、まあ、あとはやはりですね、せっかくこれは投資に関わりますから、ぜひですね地方の、はい、株主総会に行っていただくと、なるほど、地方の企業の、はいはい、私はもう鳥取とか大分、それから岩手、宇都宮、新潟、はい、まあ、あちこちのですね株とか行ってますけども、うん、やはり投資と旅行、ツーリズムがつきますと、うん、はい、非常にこの投資自体が面白い、はい、かつやっぱりその高尚なものになりますし、うん、あのやっぱりなんていうんですかね、この、こう知識としても、はい、教養としても、教養として高まるので、うん、非常にこの私はいいんじゃないかなと。それは引いては結局地方にお金を返すことになりますし、はい、というようなことで投資からそんなことをずっと思ってますね最近。なるほど、はい、それってでもすぐにでもできること、できます、誰でもできます、誰でもできま す,、ね、誰でもできます。逆に言うと投資家の皆さんだからこそできることでもありますもんね。 そ, う そ,、はい、そうすると先ほど言ったずっと東京でですね、はい、ね、一生懸命ミーティングルームですねミーティングしているよりもですね、はい、もうどれだけ情報が多く取れるか、もうこれにぜひですねやっぱ気づいていただくといいかなという気がしますね。これからね、はい、夏を迎えますし、そうですね、動きやすいシーズンにもなりますから、はい、バカンスの時期もありますから ね、はい、そのあたり頭の中に入れておくといいのかもしれませんね。はい、というわけで今週のゲストは複眼経済塾塾長の渡辺誠二さんでした。ありがとうございました。すごく面白かったです。新たなヒントがありました、はい、そして来週のゲストはセゾン投信の中野晴弘さんのご登場となります。それでは来週のこの時間までさようなら。